の限界、京都からどこまで行ける？広島県です。道の駅があるということで行ってみよう。これ大丈夫かな。マジで迷路、迷路すぎる。着いた。こんなに登ってきました。やばい。すごい、タコ天カレーを頼みました。あとね、みかんスカッシュもめっちゃ美味しそう。見て、こんな大きいタコ天が乗ってます。眺めのいい席でいただきます。こちら今日のお昼ご飯、めっちゃ美味しそう。想像以上にすごいのが、いやめっちゃ嬉しいね。なんか山の上を登ってきた甲斐がありましたね。最高。タコ天すごくない？すごく大きいの。もうこんなだよ、こんな。ちょっとね、時間がないんだけど、こういうのもね、旅の醍醐味ですよ。はい、みかんスカッシュ、めっちゃ美味しそう。いただきます。うまっ。身が締まってる感じ。カレーライスなんですけど、ちょっとね、一回かぶりついてもいいですか？これやばくない？見て、やばいんだけど。超巨大な、ほら、タコ天でかー。いただきます。待って、もう最高すぎるんだけど。やばい、美味しすぎる。カレーライスにもね、はい、こんな感じ。タコ、めっちゃでっかいタコが乗ってます。タコ入りのね、タコカレー。吸盤ブリンブリンでやばいです。最高すぎる。なんか今日すごく天気良くて、こっからね、眺めもすっごい良くて、海が一望できるし、もう最高すぎる。サラダもうまっ。ただね、本当に時間がないので急いで食べたいと思います。三原新名の里っていう道の駅に行ってきました。山の上を一生懸命登って、汗だくで登ってきた甲斐がありました。でね、時間が結局、電車がね、1時間に1本しかなくて、1時間遅らすことにしました。それぐらいね、価値のある道の駅でとっても最高でしたので、ぜひぜひ途中下車してみてくださいね。それじゃあこれから駅に向かいたいと思います。あー、急だ。岩国駅に到着しました。岩国駅は山口県です。山口県初上陸です。ここの駅ではだいたい20分ぐらい次の電車の乗り継ぎまで時間があるので、ちょっとね、充電がいろいろ切れかかってきてて、カメラがね続かないので、ちょっと何か充電できればいいなと思ってるんですけど、ちょっとここで時間を過ごしたいと思います。
下関に着きました。ついにね、山口県の有名な下関に来ちゃいましたね。本州の一番南側の端っこです。気づいたらね、外がもう真っ暗になってて、もう夜ですね。今回乗り継ぎは15分間だけ時間があるので、ちょっとねお腹空いちゃったので食べ物を買ってきて次の電車に乗ろうと思います。はい、で今日ね関西から来て中国地方を通過してついにね九州地方まで行っちゃうということでね、もうなんかすごい一日がね、なんか意外とあっという間で、ぶっちゃけ疲れるかなって思ってたんだけど、思った以上にねゆっくりできて、乗車中はほぼ寝てたんですけど、普段仕事でめっちゃお疲れの方はね、こういう休日にね電車旅したら電車でずっと寝てられるんでね、それもありかなと思いました。めっちゃ快適です。小倉に着いたよ。九州に上陸しました。いや結構ねやっぱり乗ってるから顔がね疲れてるんですけど、でもすごい寝てるから結構ね元気だから、なんか変な感じ、疲れてるけど元気みたいな不思議な感じで、なんかちょっと顔がむくんできた気がする。でもね窓からの景色がもう全然場所によって違うので、すごく面白くて楽しいです。では九州も突き進みたいと思います。どこまで行けるかな。バックパックを忘れてきちゃって、マジでやばい。ノートパソコンとか全部入ってて、着替えも入ってて、もうどうしよう。とりあえず見つかることを祈って電車に乗ります。はい、先ほどね荷物を置いてきたということで、私の全財産が全て手元からなくなり、マジでパニックだったんですけど、見つかりました。よかった、本当によかった本当によかった。もう JR 西日本さん本当にありがとうございます。本当によかった。というわけで、一旦ね今小倉から久留米方面の電車にそのままね乗り継いで先に進んでいたんですけど、お電話をいただいたので途中下車をして、今からね小倉に戻ります。いや本当に焦りました。本当によかった。ということでね、今日の目的だったね、どこまで行けるかなっていうのをね、ちょっと正規ルートではないんですけど、さっきもう荷物をなくす、ついさっきに全部調べてどこに着くかも全部確認をしてホテルをね予約しちゃったんですよ。なのでそのホテルにね向かって新幹線で行けるようなので向かいたいと思います。いや本当にもうなんかもうわけわかんない、もう本当にパニック、もうとりあえず続きます。見てください。旅にねトラブルはつきものです。はい、もうそれも想定して乗るしかないと思いました、自覚しました。はい、無事バックパックをね回収しました。本当に良かった、マジで。とりあえずなんかもうパニックすぎて走りすぎて汗だくで、こんな汗かく予定じゃなかったんですけど、なんか昼も寄り道で山登りして汗だくになって、なんか物なくしてダッシュして汗だくになって帰ってきてパニック、すいません。ちょっと一回新幹線に乗るって言ってたんですけど、ちょっとね一回ここで検討してから再度行動します。ちょっと休憩します。ほんのちょっと休憩してちょっと考えます。はい、ですね検討しました。検討したところ本当に悔しいんですけど中断します。今日は中断します。この小倉で滞在をします。
ただ私も本当に悔しくて、今日予約してたホテルの方とも相談をさせていただいて、明日に振り替えっていう形にしていただくことができたので、本来であれば1日で行けたはずの場所までね、最後まで行きたいと思います。なんでね、今日1日の中で行くことはできなかったんですけど、明日目的地まで進みますので、今日は小倉で滞在します。はい、いろいろ思うところあるんですけど、寄り道したこととか忘れ物をしたこととか、結局ね、無理しすぎてもね良くないので、一旦ね安全安心を第一にここで中断します。ホテルにね着きました。いやー、ほんとね、想像以上の珍道中でしたね。今日本当は行きたかったし悔しいけど、でも部屋に入ってきたらね、携帯の充電が 1%っていう、もうね絶望的状態だった。5回分充電器持ってきたんだけど、それでも足りなくて追加で充電器を購入して、なんとかなんとか食いつないでたけど、今ねもうついに全ての充電の残りが 1%。 この選択は本当間違いじゃなかったんだなっていう、本当にそんな感じです。朝の5時25分から出発して、まあ、ちょっと途中下車とかも入れてたけど、今9時半なのでだいたい16時間九州までねやってきました。なんか昼ぐらいになんか突然ちょっと突き指をして、何が原因かも分かんないんだけど、ここがずっと痛くて、その後にまさかの山登りみたいな。でも本当に行ってよかったし、時間もねそこでちょっと予定外になっちゃって、でもまあ行ったことに関しては全然後悔してないし、むしろ行ってよかったなって感じだし、ただ一個後悔すべきなのは忘れ物ですね。完全に私のミス。私は一応ノマドだし、荷物がね本当命みたいなもんなんで、私の家みたいなもんなんで、それなのに荷物を忘れてきたっていう大失態を犯して、本当にマジでパニックで、あ、やばい終わったみたいな、もうマジでパニックだったんですけど、本当にね無事見つかって、いやー、でもでもこれこそがね旅ですね。はい、というわけで、期待してた皆さんにはすっごく申し訳ないし、私も悔しいんですけど、明日にね引き続きつなげたいと思います。